自律神経専門家チカ子の部屋へようこそ。今日は梅干しの話です。梅干し、なんでこの話をしようと思ったかっていうとですね、今世の中って減塩減塩で、減塩の梅干しがもう主流になってるんですけど、本来梅干しって塩分濃度が 20% とか 30% とかそれぐらいないと梅干しってできないんですよ。でもう何日も何日もかけて干して、干すから梅干しって言うんですけど、もう今はその干してない、調味梅漬けかな、なんか梅干しっていうのじゃない、干してないものとかそういう、いろんなものがあってですね、本物の梅干し、まあ本物の梅干しって、原料が梅ひらがなすいません梅塩、梅塩、あとしそ、しそが入ってない場合もあるけれども、梅塩しそ以上終了、原材料ですね、原材料が梅塩しそ以上っていうのが本物の梅干しです。梅干しで、今は調味梅漬けみたいのだと、その干してないからもうあっという間にできるんですよ。あっという間にできる。そのどうやって作ってるかっていうと、まあ要は梅ですよね。梅にいろんな、まあ要は食品添加物って言われるものなんですけど、いろんなものを入れて、でそれで味付けをして、で減塩ですよって言って、塩塩分をね少なくした分、味をつけようっていうのと、あとその梅を干していなくてもこの風味が出るようにっていうので、いろんなものが入っています、梅干しで。減塩減塩って言ってね、何のために減塩していますかって思うんですけど、体にとって塩って必要不可欠なものなんですよね。必要なものなんです。だから必要なものだから、やっぱり取りすぎると体の方で溜め込んでしまって血圧上がりますよとか、いろんな不都合が出ますよって言われているんですけども、血圧も高くない、むくみもない、病気もなくて、食べ物の制限、塩分をね制限しなさいとかも言われていないっていう人が、梅干しの塩分をこう気にして、だって梅干しって1回に何個食べます？大きい粒を1回に5個も6個も食べて、それを1日3回食べるんです私っていうんだったら、ちょっと塩分控えた方がいいと思うんですけど、梅干しってちっちゃいじゃないですか。ちっちゃいから、それで塩分がそれで減塩だとか多いとかって言っても、そこまで気にする量ではないのではないかなと私は考えてるんですよね。だからもっと別なもので、もっと別なもので減塩するんだったらした方がいいんじゃないかなと思っていて、でそんなそれで減塩だって言って塩を減らした分、食品添加物とかそういうものをいっぱい取っちゃうっていうのが、ちょっとどうもこうなんか本末転倒なのではないかなと思ってこの動画撮ったんですよ。はい。なので本物の梅干し、もう何日も何日も何日もかけてちゃんと梅を干して作る梅干しっていうのは、原材料のところに梅、塩、しそ、これ以外入ってないです。いや結構スーパーとかに行って梅、塩、しそだけのってかなりハードル高いと思いますね。こうちょっとこう自然、オーガニック系の、スーパーですとか、そういうちょっと健康志向のスーパーに行かないとないか、まあ今はね本当インターネットが発達してますので、インターネットで買うとか、あとまあ何ですかね、デパートの食品売り場とかの、そうちょっとこう高級食材でもないけども、ちょっとこだわったものが置いてあるところとかに行かないと、もうなんかこういう本物の梅干しに出会えなくなってしまっていて、
で私も前に梅干しを買おうって何気なく思った時にもう添加物だらけでも、いやもう何年も前ですけど、私梅干しを習慣的に食べるっていうことがなくて、毎日食べたりはしてないんですけど、でもなんか時々食べたくなって、である時に自分で梅干し買おうって思ってスーパーで選ぼうと思ったらないんですよ、この梅塩しそ以上っていう梅干しが結局なくて、どこで見つけたんだっけな、なんかデパートかなんか、なんかわかんないけども、そのスーパーではなかったです、どこかで、あ、やっとあったと思って買った記憶があります。それぐらい何気なく梅干しだと思って自分で買ってるものが実は本物の梅干しではないって、減塩減塩って言って気にしている分、食品添加物をいっぱい取っているっていう、この梅塩しそ以外は、梅干しね、梅干しの原材料梅塩しそ以外に入っているものは全部食品添加物だって思って大丈夫です。梅干しに関してはですよ、梅干しに関しては、はい、それぐらい なんじゃらかんじゃらといろいろ入ってるんですけど、全部食品添加物ですね、うん、ちょっとこのね梅干しをガバ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 そのまま何個も何個も食べますっていう方は別なんですけども、そこまで梅干しって減塩を気にしなければいけない量を食べていますかというのと、あと本物の梅干し、本物の梅干しは原材料が梅塩しそですよっていう、食品添加物余計に取ってませんかっていうお話を今日させていただきました。はい、いかがだったでしょうか。いいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。